皆さんこんにちは、ネイリストのあすかです。今回の動画は視聴者さんからのリクエストで剥がせるペン型ジェルネイルのご紹介です。ベースやトップコートなども不要のオールインワンタイプのジェルネイルで、そのまま塗るだけでオフも簡単にペリッと剥がせます。普段あまりネイルはしないけど時々やりたいという方にはとってもお手軽にできるジェルネイルです。また下準備のやり方によって長持ちさせることもできますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。それでは始めていきましょう。今回ご紹介するのがこちら、チャームスティックジェルの剥がせるジェルネイルです。以前視聴者さんからレビューしてほしいとリクエストいただいていたので、今回はこちらのネオン系カラーを使ってみたいと思います。こちらサンディングという地爪のヤスリがけも不要で、ベースコート、カラー、トップがこれ1本でできるオールインワンタイプなんだそうです。オフする時もペリッと剥がしてオフできるそうなので、ピールオフベースのような感じなのかなと思います。カラーも50色展開でかなり豊富です。値段は楽天やアマゾンで1本1320円、両手2度塗りで10回から15回分が使える量が入っているそうです。それでは早速試してみましょう。こちらペンのお尻部分にそれぞれのカラーごとに分かりやすいシールが貼ってあるのがとっても便利です。そしてキャップを外すと中は真っ白い毛の筆がついています。ペンのお尻部分をくるくると回すとジェルが筆先から出てくる仕組みになっているようです。早速回してみたんですが、カチカチはなっているものの最初がなかなか出てきませんでした。何度か回しているとカチカチとなっていたのが途中からならなくなって、そこから急にジェルが筆の真ん中から出始めてきました。出始めてくると一気に出てくるので、少しずつ回して調整してください。また塗る前にパレットやアルミホイルで筆全体にカラージェルをなじませた方がムラなく塗れるので、ここでしっかりとなじませておきましょう。筆先にしっかりなじませたら早速塗っていきましょう。こちらのジェルは塗る前の下準備のサンディングが不要ということなので、このまま直接塗ってみます。普段あまりネイルはしなくて時々気が向いた時にちょっとネイルするという方には、この筆ペンタイプのジェルネイルは手軽でちょうどいいんじゃないかなと思います。逆に私と同じように普段からよくネイルする方でジェル専用筆を使って塗っている方にはちょっと塗りにくいかもしれないです。というのもペンを回しすぎたのか、塗っている時にハケからジェルが染み出てくるので、パレットを使ってハケについているジェルの量を調整しながら塗っていった方がうまく塗れそうです。そしてこのネオンシリーズは透け感のあるカラーなので、2度塗りもしくはお好みで3度塗りして濃くすることもできます。ただこのタイプのジェルはあまり厚塗りしすぎるとペロッと剥がれやすくなることがあるので、長持ちさせたいという時にはできるだけ薄く塗った方がいいかなと思います。またこのチャームスティックジェルにはクリアカラーも売っていて、このクリアをトップコート代わりに塗るとより綺麗な状態を長持ちさせることもできるそうです。一度塗り目が終わったらライトで固めます。UV または LED ライト 36W で20秒間です。一度塗り目を固めたら二度塗り目を塗っていきます。ペンを回してジェルが出てきたらパレットを使ってジェルをしっかりと筆になじませてから塗りましょう。またジェルが出てこなくなるのを確認してから塗り始めるといいですね。
2度塗り目も塗り終わったらライトで20秒硬化します。これで完成です。トップコートを塗っていなくてもかなりツヤツヤな仕上がりです。表面を触ってみてもツルツル、予想以上のツヤ感にちょっとびっくりしました。ここまではさほど問題なく、初心者さんにはとっても便利な筆ペンタイプのジェルネイルという印象でしたが、ここからどの程度ペリッと剥がれるのかを検証してみたいと思います。ウッドスティックを使って爪の根元側から剥がしてみます。最初はなかなか剥がしにくくて思うようにペリッとは剥がれてきませんでしたが、少しずつ少しずつ爪の端の方を剥がしていくと、ウッドスティックが爪とジェルネイルとの間に入り込めるようになってくるので、その隙間にウッドスティックを差し込んで剥がしていきます。指でつまめるくらいに剥がれてきたらペリッと剥がせました。思ったほど綺麗にペリッとはなりませんでしたが、許容範囲内という感じです。最初がとにかく剥がしにくかったんですが、後で思ったのはネイルオイルを垂らしてから剥がしていくと、もっと簡単にペリッといくのかなとも思いました。下準備を何もやらずに塗ると先ほどのようにペリッとなったので、今度は長持ちさせる方法で試してみましょう。ジェルを塗る前に消毒用のエタノールをキッチンペーパーに含ませて、爪の表面についている皮脂などの油分を拭き取ってから塗ってみます。2度塗りしてライトで固めたら、同じようにしてウッドスティックで剥がしてみます。こちらも最初はかなり剥がしにくいです。ある程度剥がれるまで時間がかかっています。少し剥がれてきて指でつまみにくかったので、ネイル用のニッパーでペリッとやってみたら、爪の表面まで持っていかれてしまいました。しっかりくっついているようなので、エタノールで油分除去してから塗る場合にはこんな風にすぐに剥がさない方がいいです。今回は実験的に無理やり剥がしていますが、今回のように爪の表面まで白くなるような剥がし方は爪に良くないので、皆さんは真似しないでくださいね。剥がしにくい時はリムーバーに浸してから取りましょう。剥がし終わるとこんな感じ。爪の表面が持っていかれるほどしっかりとくっついたという結果になりました。すぐに剥がしたい時にはそのまま塗って、長持ちさせたいという場合にはエタノールで油分除去してから塗ると長持ちしそうです。剥がせるペン型ジェルネイル、いかがだったでしょうか。ジェルネイルに慣れている方にとっては塗りにくさがあるかもしれませんが、普段あまりネイルをしていなくて慣れていない方にとっては、道具を揃える必要もなくてお手軽に楽しめるジェルネイルだと思いました。皆さんもぜひお試しくださいね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。